そうなの。でこれがさっきの A の薬とこちら B の薬ね、はい、でよく前もって振っといてください、はい、それでこれもともと点眼瓶なんで、はい、こんな感じになってますから、はい、先っぽがね、だから A と B をこうやって用意しといて、はい、それでごめんね、ちょっとこのベチャベチャなんとかしないとダメだな。待ってください。ちょっとこれもう水外しといてくれる？すいません。お水外しといて。でまた持ってきて、こっちにお水外して。水やるとちょっとベショベショにしちゃう、ゴロゴロ。あんまりベショベショになっちゃうと体温が下がっちゃうので。あ、さで持ち方ね、はい。私左利きなんで 右で持って親指と中指、顎を持ち。いいです。で人差し指で頭の後ろを持ち。で薬指と小指で体を添える。もう一回やりますね、はい、親指と中指で頭を持って人差し指で頭に顎を持って、うん、人差し指で頭を持って、うん、軽く添える、うん、で寝せないようにして頭立てといた状態にしといて、はい、それでこのくちばしのとこね、あ、まあ、ちょうどこの子口開けてたから今飲んじゃったんですけど、もう一回飲ませましょうか。ここ上から見てください。ここの入り口のところ、はいはい、今ちょっと私斜めにしましたけどね、こんな感じ今飲みましたね。で飲んだら舌が勝手に動きますんで、うん、頭上に上げてちょっと勝手に戻ってください。何秒かで飲み終わったところで口の周りを拭いてください、はい、でほとんど私やったらつかないんだけど、こういうところについちゃうことあるんですよ、うん、慣れてない人がやると、うん、ちょっと薬でブドウ糖が入ってるからベタベタするからよろしくないんで、飲み終わったら必ず拭いてほしい、はい、そこまでね、はい、でその前後においでつって食べさせてあげることをやってもらえますか、はいはい、じゃあこちらに移します。はい、からこれから病院に連れてくるときは、はい、水はいいから餌だけ撒いてきてください。あ、わかりました。でこれ撒いておきます。あ、すいません。でこれは皮付き混合とボレー粉とペレットとパウダーフードが入ってます、うん、はい、でここにちょっとだからね、もう一回持ち方の説明しますね。はい、これもいいわ。よし、じゃあね、いきなり